ブレンダン・ショウブは、アメリカ合衆国の男性コメディアン、元総合格闘家、元フットボール選手。コロラド州オーロラ出身。レイン MMA 所属。ブレンダン・ショウブとも表記される。フットボーラーとしては、AFL チームのユタブレイズで選手として活躍。NFL では、バッファロー・ビルズに練習生として所属していたにとどまる。アリーナフットボールリーグのユタブレイズで選手として、 活動。2008年に総合格闘技デビューを果たした。2009年、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン1 2に参加。シーズンでは、ラシャド・エバンス率いるチームラシャドに2位指名で所属。トーナメント1回戦では、チームランページのデミコ・ロジャーズを相手にアナコンダチョークで1本、勝ち。2回戦では、チームメイトのジョン・マドセンに小勝ち。準決勝では、 チームランページのマーカス・ジョーンズをパウンドで越し、決勝進出を果たした。決勝となるフィナーレでは、チームメイトのロイ・ネルソンと優勝をかけて対戦するも、右ストレートで小負けを喫し、キャリア初黒星となるとともに、シーズン準優勝に終わった。2010年3月21日、UFC オンバーサス、ベラブイエス・ジョーンズで、チェイス・ゴー・ムリーと対戦し、パウンドで、 tk.o. 勝利を収めた。7月3日の UFC116 では、クリスタッチ・シェラーと対戦し、右ストレートでダウンを奪いパウンドでの tk.o. 勝ちによりに連勝を果たした。2010年10月23日、UFC121 でガブリエル・モンザーガと対戦し、3から0の判定勝ち、UFC3 連勝となった。2011年3月19日、 UFC128 でミルコ・クロコップと対戦し、右フックで小勝ち。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞し、UFC4 連勝となった。2011年8月27日、UFC134 でアントニオ・ホドリゴ・ノゲーラと対戦し、パンチラッシュで小負けを喫した。2014年6月14日、UFC174 でアンドレーアルロフスキーと対戦し、 1>, 1から2の判定負け。2014年12月6日、UFC181 でヘビー級ランキング3位のトラビス・ブラウンと対戦し、パウンドで TKO 負けを喫した。ありがとうございます。